インコちゃんの群れって素晴らしい。私の夢の一つにオーストラリアの野生の石製インコちゃんの群れを生で見てみたいというものがあります。猛烈な数の石製インコちゃんが大空を覆い尽くすほどの群れになっていることもあるそうなのですが、実はそのインコちゃんの群れの中にはいわゆるボスという存在はいないそうなのです。人間と同じでたまに偉そうなインコちゃんがいることはあっても、群れの中には階級などはないので、ただ偉そうな性格のインコちゃんがいるということになるのだとか。つまり皆平等なのです。なのでボスの命令は絶対逆らわないのワンちゃんのように、上下関係を分からせてしつけるというようなことはできないのです。インコちゃんの群れのイメージとしては集合住宅が最も近いものらしく、家族とそれ以外の群れの仲間という認識をしているので、家族に対しては無限の愛情を注ぎますが、単なる群れの仲間はいないよりマシ、一人でいるよりはいい程度の感情なのだそうです。なので人間の飼い主さんがお迎えしたインコちゃんも、パートナー認定した大好きな飼い主さんや特別好感度の高い家族以外には基本的に塩対応になるんですね。